セルフ骨盤矯正エクササイズインストラクター一発目なんですけども、このセルフ骨盤矯正エクササイズっていうのはもちろん自分で自分の体をきれいにするっていうこともありますけども、そういうことをこう私たちがお教えするっていうのもありますけど、もう一つ大事なことはやはり集客に結びつけるっていうことですね。自分のやっている仕事、整体とかマッサージとかエステとかいろいろありますけども、そこにこう来てもらうお客さんを集めるっていう役割もあるわけですね。絶えずそこを意識しなきゃダメですよ。そのセミナーを開催したら、もしくは、パーソナルトレーナー的な仕事を、個別で教えてくれっていうの絶対来るからね。でそこだけで完結してしまったらダメなわけです。そこから自分の本業にこう持ってくる。経絡マッサージの人は経絡マッサージ、 PNF ストレス整体できる人は PNF ストレス整体とか、リフレやってる人はリフレにこう引っ張ってくれるとか、そういうふうなルートを考えながらセミナーを開催していくということなので、その最初にこのセミナーをやる時のコンセプトをちゃんと考えとかなんですね。このセルフ骨盤矯正エクササイズセミナーに参加してくださった方は、骨盤をきれいにし骨盤を整えて腰痛が解消しますとか、そういうセミナーのタイトルをつけたら、腰痛が問題になっている人で自分は骨盤が歪んでいるから腰が痛いんだって思っている人が参加するわけですよ。そういう人は腰痛を改善したわけですよね。でその方たちにエクササイズをお教えして、そしたら皆さんが言うのは「次はいつですか?」って言うんで「ああこのセミナー楽しかったです。次はいつですか?」そして「個別に教えてもらえますか?」そしてもう一つは「もっと早くその腰痛を改善することありますか?」ってなるわけですよ。ありますよ。それは私のサロンでやってる、私の整体院でやってるこれというコースがあります。ああじゃあそれに行きますっていうふうになるわけですよ。だからこのセルフ骨盤矯正インストラクター養成講座というのはもう一回言っておきますけど、2つの要素があって、1つはその本当に純粋にただ骨盤矯正を自分でやりたいっていう方のためにやるのと、そこで信頼を得てそういう仕事を作っていくというのと、もう1つはそこで集まった人たちに自分の本業、自分のサロンとか整体院とか治療院に来てもらう、そういう集客の役割も果たしているということですね。